挨拶ねえんだって。スーパーの場所でございます。よーし、次は最近仲良しのスーパーの場とコラボでございます。ありがとうございます。マジで嬉しい。お父さん出るの初めてだね。初めてやばい。確かに本日ね、スーパーノヴァの方で企画がありまして、コラボ撮ってるんですよ、こちらの方でも、はいはい、撮らせていただいてます。はい、というわけでこちらの企画発表もお願いします。はい、際どい企画に出てくれる子なら、はい、ワンチャン縄跳びとか飛んでくれる説。うわー、なんだろう。ということで、俺たちの動画で撮ってる最中にそれが終わってから、はい、一緒に撮ってます。そうですね。あ、ただ縄跳びって結構難易度高いじゃないですか。だからちょっと段階的にポイント分けてて。あ、なるほどなるほど。経験人数を聞くが1ポイント。1ポイント。はいはいはい。あの、日焼け止めを買ってるんですよ。はい。日焼けたら発弾とかしちゃうんで。なるほど。はい、あ、ボランティアで。そう、はい、で、あの、これを見える部分に塗らせてもらう。これが2ポイントです。2ポイント。ちゃんとあれなんですよ、漁船をちゃんと真摯に対応できる。オイルじゃないから。で、縄跳びは、はい、縄跳びの簡単なんじゃないですか。いや、でも、まあまあ、縄跳びするの普通に恥ずかしいじゃないですか。でもカメラあっての縄跳びはもっと恥ずいと思いますけど。揺れるしね。そう、揺れちゃうから。こちらやっていきましょうか。はい、じゃあ、行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。お願いします。お願いします。じゃあ、いいですか。はい、はい、いいですね、お姉さんたち。 B カップのお姉さんと夢ある B カップの。はい、そうです。夢があるからね。夢あるからね。そうだよ。そんなね、夢ある2人組で、うん、そうです。さらっといきましょう。はい、もう一回、もう一回、もう一回。経験人数だけ。経験人数ね。あー、何何何何何夢のお姉さん。夢のお姉さんは、あの、純粋なんです。あららら、からのめっちゃ純粋なんで、拒否です。夢あるな。夢があるね。ダメなんだ。2年代のお姉さんは、あ、20ね。なるほどなるほど。そうだね。ついでに行っちゃう。もう一個全然言っちゃうか。でもこれ食べてるけど、結構健全なんだけど、普通運動しなくていい。いい誘い方やな。危ない。運動不足の人が多すぎる。多いよ、危ないからね。縄跳びしよう。いける。いいよいいよいいよ。いける。いけるかな。オーケー。いいよ。いいよ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 。はいはい。おー、いいね。なるほどね。おー、すごいじゃん。こいつ動くぞ。なるほどね。あ、ごめんごめん。お姉さんも行け。ああ、これ一人縄跳びできないんですよ。あー、夢ある B の夢が見たかった。見たかったな。海の声が。お姉さんたちのタップスを教えてほしい。ダメだよ、それは。タップス急にダメだよ。じゃあ2人にも行くけど、2人もカップとかでもいいです。お姉さんすごいね。うわじゃあお姉さんは。おお。はいね。お姉さんも。え、何がですか。経験人数。あ、経験人数？絶対嘘でしょ。絶対嘘でしょ。ちょいの範囲がね。ちょいどんぐらい？十ぐらい。ああ。それも。十ちょいぐらい。なんだちょい。ちょいって何？十回ぐらいぐらい。ああ。ちょっとインタビュー答えてくれたお礼に、僕ら今日焼け止め持ってて、全然なんか塗りたいとかだったら全然塗るんですけど。塗らっ、塗りますよっておかしいだろ。全然塗ります。じゃあ手塗りましょうか。手に手塗りましょうか。あ、手に。そうだね。触りたいとかね。何かいただなんか、まあ腕まで、腕まで。全然あの、手が腕おー、慣れてる。ちょっと誰か僕と縄跳び対決しませんか。ねえ、こんなの。縄跳びをやっていきましょう。長いね。おお。
はい、というわけで、はい、ティーカップのお姉さん、ティーカップ捕まりました。かわいいね。かわいい。で、そんなティーカップの姉さんにね、一言、そのパスコードを経験人数なんぼかなって。そうですね、経験人数。もうこんなすぐ出るっしょ。はい。はい、いいよ。おぉ。どうなんだろう、何歳ぐらいなの。23歳。じゃあ普通だ、はい、全員日本人、全員日本人。その人素晴らしい。今日は増える、今日増えるワンちゃん、ワンちゃん。いやあ、ちょっとなんか他にもひよさんがお願いしたいことがあって、はい、ただ白いじゃん、すごく。やけーだからちょっとランティアでもしてあげようかな。日焼け止めを。はい、とりあえず今 E カップ見つけました。 E カップ見つけました。はい、てかマジ普通にちょっと怖いのが勃起しちゃいそう。プロテクト忘れちゃった。お前が捕まってこいよもう。今何歳ですか。嘘だ。え、二人とも。え、嘘だ。まだ結婚してる。絶対編集したちゃんとも抑えて。そうだ、結婚してるから。旦那に。旦那確かに。ぜひ、来世仕組んでいくわ。来世仕組んでいくわ。気持ち悪い。バカ気持ち悪かったんだけど。ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。いや、レン君、最後のクソキモかったよ。何？最後のクソキモかったよ。最後、マジちゃんとスーパーレバーですよ。ちゃんと出てやばいって、あれは使えないっすか。ちょっと B のお姉さんね、名前が決まっちゃった。ちょっとなんかさっきね、相席屋行ってるんでしょって言ってたんですけど、俺はそういう情報見てないんだから。そうボランティアやってて、うん、やっぱ夏紫外線快適、こんな綺麗なお姉さんが昔に上がれたらかわいいよね。お日焼け止め買ってきました。ボランティアとしないと言ってやるんですよ。やっぱさ、ほら自分で塗るのでさ届かない範囲あるでしょ。塗りたいとかね、なんか日誌やんねえと肌の責任感。あ、やばい。もういいよ、いいよ。まあ、とりあえず着てることは全部着てたから。おお。正直。すごい、でも全然変わってない。煽られてるか。全然変わってないな。絶対連絡先をしない。すまんやさ。やばいやばい、目真っ赤い。すごいすごい。マジ数時間の時これが、ね、押してるよちゃんと。この人工芸を押すの、わざとやってんじゃなくて、ガチじゃん、ガチじゃん。お、はい。お願いします。Okay.
はい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 。ぜひ、した方がいい。いや、貴重ですよ、本当に。いや、本当に。響く腹だったら、俺もしてる。いや、そうそうそう。そう。師匠が言ってるから、師匠が言ってるから、もう。ある男が今いるんだよ。そうだよ。ちょっと、どう私だから、ブロックが今、ブロックするよ。やったブロックしてもいいよ。全然嬉しいから。選ばせてもらっといて、ブロックするのはな。言って言って、キャメキャメ。言って言って。フレームダピーシングの姉さんと、うん、アルティメットやめたの果たしてこちらの女性は一体ひとしきりインタビューが終わりエンディングを撮っている時に夏目が見つけた女性である。話を聞いてみるとバーテンダーや TikTok をやってるとのこと。22歳にゃんにゃん M カップでーす。本当にすぎるよ。びっくりすることに結構インタビュー成功したので、自分はプランティアスをやっててちゃんとしたけどなんかやってみたいなボランティアか、ボランティアか選択肢ある。そうか、塗る日焼け止めか、マジでそれは縄跳び。縄跳び好きなのかな。久々にでも自信ありますよ。おお、ありますよ。マジであるこれは。はい、5組声かけました。はい、1組目が4ポイント。はい、2組目2ポイント。3組目4ポイント。4組目6ポイント。うえ。5組目4ポイント。うえ。合計19ポイント。はい、19。じゃあ俺ら8組ぐらい来る。8組。だそんくらいだよね。行きましたよ。縄跳びが1人。3ポイント。日焼け止めが3人6ポイントですね。経験人数が10です。やばいやばい。だから合計で19。うわーやばいじゃん。どうするこれ。どうしてランキングするじゃん。リベンジだ、リベンジ。え、待って俺じゃんか、あれすげえからよ。お前一人泣いてそうじゃん。勝てないよな。一撃でいこうじゃん、これ。一撃でいこう。あー、いいね。俺と東。はい。そこで一発勝負。一発勝負。オッケー、行こう。一発勝負。頼むぞ、恭平。最初はグッジャケポイ。うわー！うわー！コミュニケーション能力磨いてこいよ、お前ら。というわけで、夏目チームの勝利ということで、ありがとうございます。やりました。すごかった。やりました。まあ投票するとちょっとユニの子はね、本当に開放感あってね、結構声かけのハードルが低いから、皆さんなんかね、真摯にやっていく。真摯しかないけど、俺たち真摯にやってること出してくるかもしれないけど、はい、ありがとうございました。それではお願いしましょう。せーの。